じゃあこんにちは、豊さん。はい。12チーム、一番今ホットなのは日本ハムです。まあ動きが早いな。紅白戦もやっちゃった。そうだ。ただね、紅白戦も見たけども、はい、内容が締まってるな、結構。ピッチャーはしっかり投げてるし、はい、守りもしっかりしてるし、はい、だからまあ序盤としすれば、うん、上々な仕上がりっていうか、はい、出来上がりじゃないの。よくやっぱり自主トレとか、はい、まあ、自覚を持ってやってたと思うよ。そうですよね。一、人除いてはね。あの清宮選手ですよね。まさかあの、ね、ウォーミングアップで、しかもあのまだキャンプイン前にやってしまうとは。まあ、あのね、新庄監督も置いてきますね。いや、もう厳しいからね、そこら辺はね。もう来れないやつは、もう俺は今年勝負の年だみたいなね、はい、思ってて怪我されてるんじゃさ、うん、もう眼中にないですよね、うん、その空いたサードに、はい、ポジション空いた、もしかしたら入れるかもしれないという選手が出てきました。そら行けみたいなね、空いたぞみたいな。はい、アリゾノ内野手です、はいはいはい、アリゾノ選手、はい、紅白戦でも赤組の5番サードで起用されて、左越えソロを含む2安打1打点と猛アピール、はい、まあ、昨シーズンも最終戦で4番に起用され、5打数、まあ、無安打4三振だったんですけれどもその時はちょっと今シーズン一皮むけたぞと、まあ、いうところで、このね、オフの過ごし方でだいぶ変わるからね、はい、そうですよね、うん、だからそれはね、なんていうの、その4三振が効いてるのかもわかんないよね、経験が。昨シーズンもそうですよね。で、本人もやっぱりそのポジションが空いたので、サードの、おー、いいね、自分が入ってやるという気持ちでキャンプに入りました。いいね。で、最終戦で4番で使ってもらって打てなかったことが、はい、オフの取り組みにつながったということで、そのグリップを高い位置で固定し、バットを寝かせて、いくような構えに着手、はい、万波選手を彷彿させる新フォームで勝負の3年目に挑むということで。そう、岡田監督だったら使ってくれないの、バット寝かしたらそうですね、ノイジー、ノイジーで、新庄監督もこの日の、あのコメントなんですけれども、明日からオープン戦にかけてこの調子が続いたら、このアリゾノ選手ポンとレギュラー入るかもしれない、楽しみですということで、長打の魅力が詰まったバットで来そうだなって選手を僕は判断できますという。まあそうだね、はい、だからまあ新庄監督っていうのは、そのこのコメントにも、うん、今野村がね、紅白戦の相手で入ってるけども、はい、野村のの字も言わないよね、はい、あのグラブに当たったんだったらちゃんと掴まないとって、逆にお怒りを。まあまあ、そりゃそうだね、はい、うん、いや、だから厳しさどんどん出てきてるよね。厳しいですね、うん、だからもう本当に表情は明るいけどね。そうなんですよ、まあ厳しい目線で見てるけども、はい、まあ打った時なんかね、うん、万歳していち早くね、はい、出てきたりとかしてくれてるけども、うん、まあでも厳しいよ。厳しいですよね。それとね、競争ができるようなチームになってきたね、うん、そうです。で、今までは誰を使っても競争どころじゃないよみたいな、うん、まずは自分のことがちゃんとしっかりできないとっていうふうに思ってたけども、はい、まあ、最近はこう紅白戦見てても争ってんなっていうような感じには受けるもんね。そうですよね、うん、で、上川畑も、まあ、昨年エラーして野球のリズムが狂って、はい、いい成績残せなかったけども、だから今年はなんかやりそうな表情してるね、うん、お、いいと思う。あと北山選手なんですけれども、新フォームでアピールということで、はいはい、2日行われた紅白戦で白組で先発、はい、2回を完全投球で2三振を奪う好投を見せた、はい、そしてオリックスからドジャースに移籍した山本由伸投手のような新フォームの仕上がりも上々、まあね、というところで、はい、このオフに行き着いたのが、やっぱ垂直に立ってから左足をすり足で踏み出す山本由伸風のフォーム、はい、山本投手のトレーニングを指導してきたトレーナーに1年目のオフから指示していて、はい、今年1月も週4回そのトレーナーのところに通った。やり投げをしたり、はいはい、ブリッジをするなどのトレーニングを通じてこのフォームに、まあ、教授ね、教授、はい、教授来た、はい、やっぱあの教授だけあって、やっぱりそういうところを取り入れる、考えるんだね、考える。まあまあ、だけど見たけども、はい、非常に安定してるね、うん、うん、ただそのフォームが、まあ、自分のものになってるのかどうかっていうのは、はい、まだね、分かんないけども、うん、まあ、割と感じよく投げてたよね。そうですよね、うん、だから期待できると思う。で、新庄監督も残り1枠2枠の開幕ローテーションの座をこの北山投手が狙う中で良かったと、高めに抜けていく球がなくなったというふうに目を細めたということなんですけれども、はいはい、だからまあやっぱりね、こう上手くなっていく人っていうのは、はい、無駄がなくなっていくんだよね、うん、すり足にするっていうことは一つの無駄を省いたのかなっていうね、うん、ただ勢い的にはなかなか山本由伸みたいに、うん、
力のあるボールっていうのはこれから投げ込んでいって出来上がってくるとは思うけども、伝え方だよね、うん、もう本来持ってる球力あるからね、はい、で球も速いし、だそれが本当に自分の足を上げてたフォームと同等な感じになってこないとね。そうですね、うん、これが球が遅くなってコントロールだけが良くなったとは打たれちゃうからね、はい、うん、やっぱ球の力もそこそこいるし、だから自分のものになればいいな。そうです、ね、うん、完成すればいいと思うけど、うん、さらにハムの新外国人ザバラ、紅白戦で最速161キロにどよめきということで、はい、新庄監督抑え候補それしかないでしょうか。いやこの時期だよお前、この時期キャンプ始まって 2,3 日しか経ってないんだよ、はい、それで161でしょザバラ。そうです、だって外国人ってさ、うん、まだ本当はキャンプ知ってん、だってキャンプ始まってない時期だよ。そうですよね。で徐々にオープン戦とかで上げていくのに、うん、この時期に投げられるっていうのは、うん、オフに相当トレーニングしたか、うん、それとも持ってるものがすごいのか、うん、そうですよね。ただこの時期にこの161投げれるっていうことは、うん、もっとこうシーズンで体が動きやすくなったとしたら日本最速いくかもわからない。もうザバラ曰くですよ、ザバラ103マイル165キロを出したこともあるんだぜ。今日は 90% の火力、いずれ 200% に燃え上がるよと豪語と。なんとかだぜって言ったか本当に。いやザバラっぽく言ってましたけれども、まあだけど、はい、本当にあの最速いくんじゃないかなって。まあその名護の球場のスピード感がどうなのかっていうのは分からないけども、はい、まあだけど行く可能性はあるよね。そうです、一応打者のバットをへし折った場面もあったということで、やっぱりその球の威力とか重みというか速さ、そんなね俺らの時代でいきなりかかあのキャンプ始まって161なんか目がいやもう打てないよ。まだ体そこでバット振ろうと思ったら来てるよ。おいいやいや本当だ。でもそういうことがこの時期に出せるっていうことはやっぱ期待が膨らむな。ですよね、まあ、あの守護神で田中正義投手というのは日本にいますけど、はいはい、もちろんそことじゃあ競争ということにもちろんなってくる。いいじゃないですよ、競争だよ、安閑としてらんないよ。そうですよ、ね、そうそうそう、もしかすると8回田中正義投手で9回にザバラ投手っていうその、まあ、方程式になるのかもしれないです。いやそしたらもうなあ、うん、相当な力を蓄えるってチームが。そうですね、うん、やっぱ見てたけど早いのは早いよ、やっぱ球は、はい、早い、うん、いやだからこれがどういうふうなコントロールを持ち、うん、どういう変化を持ち、はい、っていうことがね徐々にこう分かってくるだろうから、うん、だそれに加えてやっぱまっすぐのスピードはこの時期に161、はい、まあ、165、166、うん、行きそうな感じはするよね。そうですね、うん、だ 200% 火力がまだまだだったそうです。火力っていうかなみたいな、馬力じゃなくて、ね、っていう感じなんですけど、火力って言ってる、だからどうなんでしょう、訳された方が。いやあれじゃないの、燃え上がってるものが、燃えるものがまだあるぜみたいな、あるぜみたいな、楽しみですけれども、ね、でも楽しみで意欲ある選手といえばまだまだいます。あのキャッチャーの郡司選手、はい、中日からね、はいはいはい、あの来ましたけれども、サードで自分頑張りたいと、やっぱ清宮選手がいなくなったことで、はい、サードが空いたということで、セカンドの5000倍がやれるというふうに話してます。早慶の戦いだね。あそういやだけど、はい、やっぱりねそれだけ欲があるっていうのはすごくいいことだよ、うん、そうですよね、うん、まあ、少しでも試合に出たいとかね、はい、少しでも打席に立ちたいというその欲が伝わるじゃない、はい、ね、意欲がだこれはやっぱりいいねチームにとって。そうですよね、うん、でやっぱり郡司選手バッティングはすごい変われていたんですけど、うんうん、ポジションが被ってしまうので、まあ、なかなかこう定着できないっていうところがあったので、まあね、はい、ただ、まあ、新庄監督は今のところはそれは変わってないって言われちゃったんです。まあいいじゃないそれは正直で。いやだけど使いたい選手はやっぱ内野でも余ってるよ。そうか、余ってきてるよ。いやいやそれは質は高くなってきてるよ。そうですよね、うん、まだまだかもわかんないけど、うん、新庄監督が受け持った、ね、初年度よりは全然レベル上がってきてるから、うん、そうですよね、それはやっぱこう新庄監督1年目だったらおそういう意欲がつあるやつは使ってみようって言ったかもわかんないけど、うん、いやそれやっちゃうと、うん、若い選手もいるからみたいな。そうですね、うん、まあ伸びしろがなくなっちゃうみたいなね、うん、まあいい方向に行ってるよねチームがね。そうですね、うん、あと豊さん見てて日本ハムの選手でこの選手良かったなっていう選手いました。まあ石井和成、うん、まあ石井なんていうのはやっぱこうあいいバッティングしてんな
っていうふうには思うし、うん、まあ磯畑もいいなっていうふうに思ったね、はい、うん、ただ磯畑が、まあ、バット長く持ってるんだよね。それは意図的にはいやどうなんだろうね。俺操作性がいいのはやっぱ少しバット短く持った方が、うん、まあ塁に出る選手だから、はい、もう少し操作性がいいような感じで持てばいいのになっていうのは感じたけどね、うん、あとは大判焼き今川焼き、お今川呼ばれてんじゃん紅白戦にって。そうですよね。なあどうですか、ばっくりだよ、うん、なんでこのフォーク三振しちゃうの、なんで振っちゃうの、だから言ってんじゃん、よく見なさいっつって何度も動画でねそうなんですよね、できんじゃんですかね、直線的なんだよね彼は、なんかこう性格が出てるんだよね、まっすぐでまっすぐで実直なんだよ多分、うん、だから振っちゃうんだよ、うん、あ, あとはルーキーの宮崎、はい、エゴシに似てるね、あ、そうです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 。もう画面でも2画面にしてくれたりだとか。そうだそうだそうだ。ガンちゃんが2画面になんないのかとか言いながら、もう無茶ぶ無茶ぶりだもん。だからまあそれして、はい、まあ確かに似てるっちゃ似てるけども、はい、もう少し柔らかければいいなと思うんだよね。柔らかいというのは柔軟性という意味でですか。まあ、うん、対応だよね、対応の柔軟性というか。はい、まあ。逆に言えば、うん、そうじゃない人っていうのは壺に来たら確実に行くけどね、うんうん、だけどもう少し柔軟性がこう慣れてきて出てくるんだろうなって思う、うん、センスはすごく感じるんだよ、うん、ただやっぱこうルーキーだしいいとこを見せなきゃいけないとか、はい、なんかそれにハマってるのかなっていう、うん、なんか一発勝だとか、うん、まあ、フリーバッティングでもさ、アマチュアの時とは違って自分が一番飛ばしてたのが、うん、飛ばすやつはいくらでもいるからね。そうですよね。あ、まあ、そこでやっぱこう圧倒されるとちょっと力みに入ったりだとかするから、ちょっと力み抜いて自分の本来の姿をね、はい、早く取り戻してほしいなというのと、うん、そうなってくるともう少し柔軟性はあるバッターなんだろうなっていうのはすごく感じるんだけどな、うんうん、あと水谷、はい、水谷選手、はい、ホームラン、鈴木アンダースローの、うん、どうやって打つかなと思ったら、はい、右バッターでな、現役ドラフトで、はい、右に打ったね、うまく、うん、俺もやっぱこう面白いね、新庄監督めちゃくちゃ喜んでましたね。いやいや喜ぶよ、うん、そうだ、うん、まあ、あれを期待して取ったんだから、まあそうですね、そういう結果を、うん、いやだけど器用そうじゃないんだよ打席に入っても、うん、でも器用に引きつけて右方向にしっかり打ち返したバッティングなんか見てるとさ、うん、ああ慣れていくと打てるのかなっていうふうに思う。慣れていくと、うん、その一軍のピッチャーとかに慣れていくと対応していくのかなっていうのはすごく感じたし、うん、いやこの争いも大変だぞお前ですよね。いや本当に新庄監督はだから嬉しい悩みというか、これだけねいい選手たちがたくさんいて、その中から選ばなきゃいけないっていう ね、1年目2年目ではまだ感じなかったような感覚だったな、うん、だね、はい、だから見てて相対的に動きがいいわ、うん、守備に関してもそうだし、走塁にしたってそうだし、はい、まあ、足もよく動いてるし、うん、だからまあ相当あの自覚を持ってオフを過ごしてきたなっていう、うん、まあ、今川もねオフの動画を見てたら一生懸命やってんだけどさ、はい、ちょっとひねらないとな、今のままでは、これまでのままでは難しいよっていうことです、ね、いやいや競争には遅れていってやるからさ、うん、そうですよね、まあ、自打球当たってね笑ってたけど、もう、まあ、痛かったんでしょうね、笑うしかなかったんでしょうね、はい、そうですよね。さあ豊さん、はい、じゃあこの日本ハム第一クール MVP 挙げるとすると一人やっぱ北山かな。あ、まあ、バッターもいいんだけどもさ、はい、左王国だって言われててやっぱ右がやっぱ欲しいよね、うん、で北山なんかやっぱこうハマっていくとボールに力あるし、うん、いいのかなっていうの感じがする。これでね、あと1枠2枠の先発ローテのところに名乗り出たというか、でもね、みんなちょっとずつ変えてきてるんだよね、このオフですか、あの左の根本、はい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 、あれもうショートアームにしてるんだよ今、みんなやっぱショートアームなんですね、まあまあ主流だからね、うん、まあそれが一番こうタイミングが合いやすいっていうね、うん、あれなんだけど、あれがやっぱりこうまだ自分のものになってないというかさ、だからみんなやっぱオフの間にちょこ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 変えてくる、まあ俺もそうだったかなと思う節もあって、例えばより高みを目指してとか、まあ、そうだ ね、俺の場合は高みっていうかこう体の状態に合わせてたというか、うん、やっぱ腰が悪かったから腰に負担のかからない打ち方とか、はい、まあ、そういうのをやったけど、うんうん、豊川さん、その日本ハムに2月の12日、はい、キャンプを予定ではね、予定では見ないと、はい、雨だったら行かない、えー、いやいや雨だったら動きがないんだよ、
室内の練習、まあまああるけどね、ありますよね、行こうかね。ゆでかさん、じゃあそのキャンプで一番話聞きたい選手とかって言いますか？この選手とこの選手はちょっと話聞いてみたいなとか。タミヤ、まあ、大好きですもんね、うんうん、タミヤと、うん、やっぱ今井がいたらちょっと一発原稿でもくれないですから。動画見てるって。いやそうだな、うん、でもいい素質は俺持ってると思うんだけどね、あの子は今川選手、うん、明るいしな。そうですね、本当だったらね、もっと打ってチームのムードメーカーみたいな感じで引っ張っていくみたいな。そうだね、うん、なるんでしょうね。まあ、いろんな選手と話をしたい。あ、そうですよね、まあ、それぞれなんかこう見てると特徴もあるし、うん、まあ、磯畑もそうだしね、はい、うん、だからまあちょっと話をしてみたいな。でその模様もね、ぜひ、あの多分ね、球場の中で話して選手となんか撮っていいのか分からないですけど、撮れなかったらもちろんまた外出てきて、まあもちろんです、どうだったかっていうのをシャーの上で、あの今川のあのお面作っておいて。そうですよね。そうそうそう、でもしね、グラウンドでこう撮りながらちょこちょこっと話したりとか立ち話してとか、まあ、でも一番本当はね話したいのは新庄監督でしょうね。それもちろんそうだよ。そうですよね、去年なんかじっくり話してくれてね、うんうん、すごい勉強になったこともあるし、はい、うん、だからそういう思いで見るとまた日本ハムが見え方が違ってくる、うん、昨年は勝つということをね、はい、全面的に出して今年はどうなのかって、うんうん、まあ、そういうことも聞きたいしね、はいはい、楽しみにしていてください、はい。